け止まるか。お前、リブリアンと言ったか。おお、お前というやつは、なかなかどうして話がわかるじゃないか。その美しさへのこだわり、大したものだぞ。ええ、私も心を打たれたわ。あなたのポーズへの素晴らしい愛に。他の選手にもそれほどの美意識があればな。特戦隊の新メンバー探しも難航しているのだ。まあ、新しい仲間を探しているの？よかったらお手伝いをしましょうか。私たち二人で探して勧誘するのよ。美しさにあふれた戦士たちを。気に入ったぞその提案。こうしちゃいられん。ついてこい。いい面構えのやつ。おい貴様ら、俺のこのポーズを見て何か感じた。待て、攻撃するな。俺は敵ではない。ただ貴様の熱い思いを聞かせと。ギニューさん大丈夫？きっと彼らは私たちの美しさに混乱しているのよ。愛の力で目覚めさせてあげなくちゃ。愛か。なるほど。貴様ら、俺の愛を受け取るがいい。なかなか落ち着いてくださらないわね。私の愛、まだ届いてないのかしら。反抗的なやつめ。せっかく見込みがあるのに惜しいことだ。我が特戦隊に必要なのは協調性だが、貴様にはそれがまだまだ足りておらん。返事もしないなんてもってのほか。その性根叩き直してやる。まったく、礼儀がなっとらんぞ。礼儀が違うわ。私たちが美しすぎるのがいけないの。美しさは時として狂気にもなりうるのね。私不安だわ。今度いろんな宇宙同士が競う大会に参加するの。大会をめちゃくちゃにしてしまったらどうしましょう。大会？宇宙同士？お前にもいろいろあるのだな。うん、この気配は。孫悟空、なぜ貴様がここに。孫悟空、貴様やつの仲間か。残念だが俺は孫悟空ではない。騙されんぞ。どこからどう見たって孫悟空じゃないか。孫悟空、愚か。その上身ざまり。そんな奴らを今ここで始末してやろう。この私たちに向かって醜いですって。許せないわ。なかなか手強いわ。あら、そこのあなた、今ポーズを取ったかしら。よく見れば戦い方も美しいし、私たち意外と分かり合えるかもしれないわ。なに、決めポーズがあるなら早く言わんか。見せてみろ。ほら、恥ずかしがらずに。ポーズ、何を言ってる。何なのだこいつら。君の主。貴様らの力を
などと特別に見せてやろう。この美しき孤高の姿。美しき孤高の。あなたも美しさを追い求めている戦士なのね。しかもその戦闘力、エリート戦士の素質を感じるなら、お前我が隊に加わらないか。ホールズは改善の余地があるが安心しろ。俺様がステッキな仲間と共にしっかり指導。この完璧な俺に愚かな下等生物となれ合えと。面白いことを言ってくれる。調子に乗るなよ貴様ら。神の裁きを受けるがいい。なかなか逸材ではあったが、あの偉そうな態度はいただけないな。あと、あそこまで孫悟空に似てる奴がいたら落ち着かんからな。うん、残念だけど他の戦士に期待ね。あっちに気配を感じるわ。行ってみましょう。怪しい奴らだな。お前たち、ちょっと話を聞かせてもらおうか。あなた、見たわよ。今、ヒーローポーズをしたわね。覚悟、覚悟よ。なんだ、おい、クリだ。勢い余って体当たりしちゃったわ。俺のヒーローポーズに惚れ込んだから、お前の隊に勧誘したいだ。そう、俺たちは特戦隊にふさわしい美しき戦士を探しに来たのだ。いやいや、あの攻撃の勧誘活動怖すぎるだろうが。強引な勧誘に暴力まで。お前らが危ないやつということはよく分かった。俺の全力でこの悪行を止めてやるぜ。ふん、特選隊だかなんだか知らんがお断りだ。俺にはこの宇宙での使命があるからな。使命を重んじるその姿勢もまたよし。うるさい。とにかく勧誘とやらは正義の名のもとに中止だ。中止。私たちを阻むなら仕方ないわね。全力の愛で道を開くしかないわ。この俺が正義が負けるなど、クソ、仕切り直しだ。こら、逃げるな。素早すぎるわ。せっかくやっと話が通じそうな方だったのに。大変なのね。でも私は諦めない。ちょっと休憩しようではないか。そこのあなたたち待ちなさい。怪しげな組織に加入し、断った相手に暴力を振る。そんな人物はこの辺りをうろついていると聞いた。あなたたちのことかしら。私たちの勧誘がなんでそんな話に。いえ、いろいろ省くとそうなるのかしら。認めたな。悪さをする奴らはこのグレートサイヤマンが許さないぞ。お前どこにいたら。ユニュー特戦隊の、どうしてここにいる。ほう、こんなところにも俺のファンがいるとは。それなら話が早い。お前たちの連携攻撃、お揃いのポーズ。
素晴らしいぞ、感動した。ぜひ我が隊に。今度は一体何を企んでいる。お前の悪行は私たちが許さないぞ。は？俺に憧れるファンではなかったのか。どうしてこううまくいかない。ことごとく勧誘に失敗するではないか。やっぱり私たちが美しすぎるのよ。まさか理解されない領域まで来てしまったとでも言うの。でも私諦めない。この世界のどこかにはきっと同志がいるはず。そうだな、そうに違いない。行くぞリブリアン、まだ見ぬ同志を探しに。